はい、ということで、ビレッジマンズスワーのみすずさんです。はい、よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。本当にもうね、あの皆さんもちょっと今見てもらったと思いますけれども、はい、いかがだったでしょうか。夢の中ではないという曲をね、二人で叩かせていただきました。かっこよかったよ。すごい楽しかったっす、本当に。そうだね、なんか、そう、俺未来並べてやる機会なんかないから。あー、確かに確かに、そうですね。僕前も寝癖のナオトと ね、コラボをしてやりましたけれども、またアンドクタも全く全然曲の感じも違って、ね、あれはあれで楽しかったんですけど、うん、今日のは今日でまたすごい楽しかったですね。激しかったですね。はい。今日実は自分的にめっちゃワクワクしてて、ずっとこの日が、うんうん、っていうのもなんかこのビレッジのこの曲にめっちゃ思い入れがあって、うんうん、勝手になんですけど、うん、この曲10年前ぐらいの曲じゃないですか。そうだね、もうだいぶ前ですよね。で、10年前って僕今28なんで18なんですよ。おうおうおう。で、ちょうど大学1年生の時にこの曲ってリリースされてるんですけど、うん、当時ドラム始めたばっかで、うん、で、なんかめっちゃバンドにハマってて、うんうんうん、大学生は結構暇じゃないですか。暇だね。で、大学終わってイオンがあるんですよ、家の近くに、うんうんうん、で、イオンのタワレコのに行って、うん、なんかいろんなバンドを聴こうと思って、うんうんうん、なんかバンドハマったらドラム始めたばっかでかっこいいバンドないかなみたいな。で、その時に視聴期にあったんですよ、このアルバム。で、この全く僕ビレッジマンズスワー知らなくて、うん、で、あ、なんか、まあ、とりあえず聴いてみるかと思って、うん、知らないバンドだなと思って聴いたら、もう1曲目これめちゃくちゃかっこよくて、僕人生で初めてその視聴期で、うん、曲を聴いて買いました CD。 マジで？で、それが、それで買ったの？それで買ったんですよ。で、それがこの曲だったんで、そう、めちゃくちゃ思い出深くて、で、今はもうほんと後にも先にもそれだけなんで、そんな視聴期で買って CD 買う、視聴期で聴いてすぐそのまま CD 買うなんて、うん、これしかないんで嬉しい。そうっていう思い出が僕あってからの大学在学中に結構だから僕友達とかに言ってたんですよ、うん、もうなんかめっちゃ失礼ですけど、これ誰も知らないかもしれんみたいな、その多分これメジャーの人たちじゃないし、うん、俺なんかすげえバンド知ってまったと思って、うん、でめっちゃ友達とかに広めてて、うん、めっちゃかっこよくない、めっちゃかっこよくないみたいな、うん、で聞かせてて、なんか友達もそのビレッジのコピバンとかやってたんですよ、大学の時に。いたんだ。そうよ、やってたんですよ。
いやめっちゃいいよねみたいな話もしてて、そうからの僕大学卒業してからドラムを習い始めるんですけど、それがみずるさんも習ってたソニーさんなんですよ。あ、そうだね。でこの、まあ、ベティックス、今日も撮影させてもらってるこのベティックスっていうスタジオに習いに来た時にみずるさんがいて、え、これえヴィレッジのドラムの人やみたいになって、うん、でっていうのが多分最初の出会いなんですけど、でソニーさんにも紹介してもらってみたいな。あ、そうだったね。そうそうね、まさかこうやって一緒にこう、うん、ドラム並べて動画撮れる日が来るとはっていう、俺もびっくりあの時の彼がすごく有名になってる僕がその習い始めて初めて会ったのが、うん、だから多分6、7年ぐらい前なんですよ、うん、そうだよね、もう結構経つもんね、うん、そうですね。ウェデジのライブもあれからまた、ね、何回も見に行かせてもらって、来てくれて、もう本当に相変わらずめちゃめちゃかっこいいバンドだなって思ってますみずるさん、なんかヴィレッジマンズストアの告知とかいいですか？全然ぜひしてください。いいんですか？はい。ヴィレッジマンズストアワンマンツアーシュラというものが、2月3日から、2月3月にわたって、全国ぐるぐる回らせていただきますので、よろしければぜひ皆さん遊びに来てください。いやぜひもうライブをマジで見てほしいバンドですよね。そうね、本当に。なんか音源ももちろんめちゃくちゃいいんですけど、僕が視聴機で聴いて買うぐらいいいんですけど、うん、もうライブが最高なんで。ライブはね、いいんだわごめん、ライブマジでいいんでちょっとぜひ見に行ってほしい、はい、全国行くんですもんね、名古屋だけじゃなくて。そう、名古屋だけで、名古屋が皮切りだね今回ね。はいはいはい。え、ファイナルは名古屋じゃないですか？ファイナルが東京なんですよ。おー、なるほど。じゃあぜひぜひ皆さんね、 YouTube 見て行っていただいて、はい、お願いします。ということで、はい、今日のゲストヴィレッジマンズストアからみずるさんでした。はい、ありがとうございました。今日も最後まで動画ご視聴いただきありがとうございます。僕は近い将来必ずビッグで有名なドラマになってみせます。応援してくださる方はぜひチャンネル登録お願いします。そしてインスタグラム、ツイッター、TikTok など他にも SNS やっておりますのでフォローもお願いします。そしてそしてもっと僕の活動を近くで応援したいという方にはゆうたのファンサロンというものをやっております。詳細は概要欄の方に動画がありますのでぜひそちらから見ていってください。バイバイ。